どうも、のっちん TV です。今日はですね、告知とか、まあ、雑談ラジオ動画、アップロードしたいと思います。で、まずですね、今日の、タイトルにもネタバレしておりますね、これ。ネタバレしてるんですけど、こちら、まず、のっちん TV、これね、ちょっと画像を加工したから、まずのっちん TV 画像を表示して、次にこちら、加納栄光さん。加納栄光さんとのっちん TV が、デッドバイデイライトやります。あさって16日ですね、まあ、ちょっと詳しくはこの画像をご覧ください。まあ、こんな感じで、一応デッドバイデイライトを豪華メンバーでやるみたいな、そういうのがあるらしいんで、暇な人は見てみてください。出演者はこの画像の通り、一条さん、ザワシさん、まあ、デッドバイデイライトの人ですね。で、岸大河さん、実況の人。で、バブリーナさん。で、バブリーナさんは、あれですね、あの、ブリアナギガンテさんの動画で見たことある。ちょっと、やっていい？あなたの夢にお邪魔します。It's me, ブリアナ。ギガンティってやつ。ちょっとわかんないけど。参考動画今から流すか。うん。はい、まあそんな感じで、ブリアナギガンテさんのチャンネルで、ドラケウォークやってるのをね、見ました。ドラケウォークを脇に雑談してる動画。もうドラケウォークをやってんのか、ちょっと雑談なのか、ラジオなのかね。そういう動画があって、それで、拝見したことがあります。で、あとは、木島明日香さんも出ますね。エイペックスとかね、やってるので、まあちょっと解説で自分も、出たことがある。そんな感じのメンツで16日にデッドバイの配信があると思います。配信 URL とかは、私、のっちん TV のツイッターで、告知しますので、それから見てください。一応ツイッターやってます、私。はい。で、そんな感じで一応デッドバイをね、加納栄光さんとか、いろんな豪華メンバーとやります。はい、これが告知ですね。で、一応ね、最近、生放送でちょっと話したんですけども、まあ、いろいろ、まあ、ウマ娘以外の動画も上げていくと思います。で、その、まあ、第1弾みたいな感じでは、一応ね、スクエアエニックスの本社に行った話みたいなのがあって、その動画がまあ、1週間以内には上がると思います。まあ、その動画も結構新作ゲームみたいな感じになっているんで、まあ、お楽しみにしてってください。で、あとは、なんだろう。で、あとは、最近ね、ドラクエウォークアップデートあってさ、メガモンスターとか出たじゃん。で、ドラクエウォークメガモン狩りとかちょいちょいやってんだけど、ドラクエウォークのガチャ結構溜まってて、すげえいろいろ来てて、なんかドラクエアプリ、やっぱりガチャのペース早いよな。なんかすげえ出てるってなる。ちょっと離れてる間に、めちゃくちゃガチャ出てんじゃん、何これめっちゃ武器バーってなってるんで、まあもしかしたらあげるかもしれない。で、あとはタクトに関しても、あれだよな。めちゃくちゃ、まあタクトはもともとだけど、ガチャめっちゃ出てるってなるよね。そんな感じになってます。で、あとニーヤ勢とかもね、まあ生放送中にコメントされたりするんだけど、ニーヤもコツコツやってます。ニーヤに関しては結構コツコツやる系ゲームだから、まあ、ちょっと動画作りにくいっていうのもあるけども、まあ普通にその世界観とか BGM とか、あとね、クオリティとかめちゃくちゃ俺は評価してて、ニーヤ面白いなと思ってやってるんで、なんか動画アップロードしないと、その、何やめちゃったの見たくなるんだけど、結構ね、ウォークもニーヤもね、ちょいちょいやるとマジで、クオリティ高え、ちょっと面白いじゃんこれ、みたいな感じで、まあメガモンスターもね、面白く借りました。初見の動画もあるんだけど、再生されるかなと。見るかなみんな。そんな感じになってるから、一応ね、見る人が多いんだったらあげたいんだけど、っていう感じにはなる。まあ一応 YouTube をやってる、我が身なので、まあ、そんな感じが近況となってますね。で、あとは今後の動画のスケジュールとしては、ウマ娘ですね。ウマ娘はガチャ来るんで、またガチャ動画が始まる。ガチャが終わるとどうなる？ガチャ動画が始まる。ちょっと最近さ、ウマ娘課金しすぎてさ、あれなんだよな。300円ぐらいいっちゃった、300円ぐらい。多分行った。ちょっとあんまり数えてないんだけど、多分300円ぐらい行って。次もさ、またぶっ壊れ来ると思うよ。
まあ、北さんが強かったじゃん。北さんやべえってなったんだけど、北さんみたくその出すガチャ強くなっていくと思うんだよね。北さんは本当やばいところ、次のガチャ出てもさ、比較というかさ、どっちが強いみたいなのあると思うんだけど、なんかまだメジロパーマーとかまではさ、まだその限定的な使い方だったけど、北さんは人権すぎてやる気上がるわ、まあ、練習上手丸、これは置いといたとしても、スキルは強いわ、筋徳も強いわ、やばすぎるんだよな。あと練習効果も高え、得意率もやべえ、やばすぎる、やばすぎるっていう動画一本出せるけど、まあこんな感じになって、まあやばいよね。で次も強いの出そうだし、あとね、そのセルラン見てたんだけどさ、セルランがなんかガチャ更新じゃん、もう数日で、あともうちょっとで次のガチャ出んのに、その前のガチャの北さんの今まだずっと1位なんだが、ウマ娘やばくね。めちゃくちゃすげえさ、その売り上げと人気と、あとプレイヤー人口も多いだろうね。まあ、かなりの数の人がやってんじゃないかな。で、これセルラン見るだけでわかる。今なんかさ、500万ダウンロードとか言ってジュエル配られてるけど、もう500万とかじゃないだろうな。てか2000万とか言ってんじゃないかな。このセルランマジでやばいよ。今までのアプリでこれはない。さすがに、ガチャ更新して数日間1位になったりするけど、これガチャ更新別にないのにこれはやばくね。ずっと次のガチャ来るのにまだずっと1位。ジュエルもうさ、次とか関係なくさ、まあ、かなり多数のプレイヤーがいるっていうことだよね。これね、やばいんだよな。そんな感じになってます。攻略情報とかこれどうすかみたいなのあったら、まあ、コメント欄とかにもね書いてみてください。結構まあ動画のネタめっちゃあるんだけど、編集が自分めちゃくちゃ遅くてすごい時間かかってて、ネタ自分もかなり溜め込んでるんだけど具現化できてない。具現化系もうエンペラータイム使いたいね。エンペラータイム使っての動画を作成する中指の鎖使いたいわ。小指でもいいけどね、小指でもいいけど、自動的に動画を作ってくれる念能力欲しいわ。そんな能力があればなと思う今日この頃でした。ということで、のっちん TV でした。また次の動画も見てください。それでは、またな。バイバイ。はい。因子は根性でした。ありがとうございました。チャンネル登録してね。